それではえっ、ー、と何度か多分出演してもらってますけど、初めてですもんね。はい、智子さんとイチローさんね。はい、お二方に手伝っていただきますえー、私は勇気と申しまして、手品師でございます。トランプを使いますけれども、はい、トランプは見たことありますよね？ありますよね。大丈夫ですね。で、いろ,いろありまして。まあ、450枚あるわけですけども。とりあえずジョーカーだけしまっておきますね。 えー、ジョーカー以外のカードにすべてナンバーがついてますね、うん、そしてマークが4種類のうちのどれか1つということですちょっと混ぜておきましょうね <laughs> では最初ね1枚選んでもらいましょう1枚抜き出してくださいどれでもはい。でまずは、えー、ご自身でまあ、見て確認していただいてね、はい、でお二人でちょっと確認してください よろしいでしいい。でょうか。はいはい、じゃあ戻してくださいね一応カメラの方にも見せておきましょうかねマークと数字、はい、でくれぐれも忘れないようにお願いします、はい、であんまり時間かけちゃうと忘れる方が多いのでなるべく速やかに当てようとで今適当に混ぜましたので、まあ、どこかに紛れ込んでるとまれに一番下にある可能性もありますし上に来る可能性もありますちなみに赤いカードでした違うタイヤではない、はい、あってあればこれはもう明らかに違うと ダイヤン六ではない。で、カードを当てる一番優しい方法っていうのは、聞いちゃうっていうのがあるんですね。見ましたよね。何でした？スペードの九、うん。これ今パッと差し込みましたけどね。差し込んだ場所にスペードの九が、うん、これあったら、うん、なかなか凄い腕じゃないですかこれね。スペードの九。十じゃなくて、はい、<laughs> 超惜しかったですね。スペードの 9まあこれがスペードの9ということでねほらここ拍手の大変に出てないですかねありがとうございますもう一回混ぜ混ぜしときましょうまあいろんなやり方があるんですけども基本的には選んでいただいたカードを当てるというのがマジシャンの仕事の9割だと思っている方が多いです、ね、9割ではないんですね、えー、多分1割ぐらいでトランプのマジックというのは実はいろんな種類がありましてね今日はね 僕の選んだカードをお二人に当てていただくと。あ、そっかマジックやってますもんね。行けちゃうんじゃないですか。できそう。じゃちょっとちょっとやってもらいましょうかね。えー、じゃ、あ僕が最初にカードを選びます。はい、選びます。これ秘密です。えー、じゃ、あこれにしましょうかね。はい、はい、何でしょう？ さすがにこれ難しいので <laughs> あのヒントをね <laughs>、はい、ヒントを差し上げようということなんですけども3枚だけカードを抜き出します、えー、1枚目これ重要なのは数字数字ねこれあのヒントのカードですからまあ見といてください3と4とそれからもう1枚ねあこれだちょっと大きめの数字にしましょうかこれ。 今こことこことここ三枚カード表向きにしましたけど、これがねヒントのカードです、はい。で、どういう具合のヒントかということはちょっと今から説明しますけれども、これはまず八ですね。で、四があって、それから三がありました。で、残りのカードをだいたい三等分、これ均等に慣らしておきます。こんな感じ。さあ、今八四三と順番並んでますけども、このね順番が 入れ替わることでちょっと混ぜていただいてですねここにもう一回3枚表向きで並べてください、うん、438この順番でよろしいですか、はい、変えていただいてもいいですけどもでは何をするか説明しますね4ですたまたま4なので1234と4枚配りますこれだけ、えー、ここは3ですから123と3枚配りますまあ超シンプルですね お分かりですね、はい、じゃあこれ配っていただいて1,2,3,4,5,6,7,8そこに載せます重ねてくださいはい。これで準備完了です、えー、最初のヒント3枚は僕が出しましたけど皆様にカードを混ぜていただいたりあるいは配っていただくことで違うカードが現れます、はいえー、例えばこれちょっとペアでね3組出しますけども最初のヒントはこのカードになりますちょっとお見せしますよ クラブのキング。つまり、このカードはクラブのキングではありません。うん、これでかなり絞られましたね。あ、まだそれ <laughs> まだまだそれほどじゃないですかね。まあ、一応第2ヒントがあります。第2ヒントなんですけどもあこれたまたまスペードの金。はい、まあ、少なくともクラブのキングとスペードのキングじゃないということは分かります。で、もまだちょっと難しいですね。まだ50分の1ぐらい可能性ありますので、第3ヒントこの第3ヒントでね。 まあ今までの経験でいうと、まあ、4割ぐらいの方は分かるんですよ。ちょっと難しいかももしれませんん初めてですもんねこのチャレンジ、ねはいはい。えー、第3ヒントなんですけどもこれあのダイヤのキングということはですねこのカードはクラブのキングでもスペードのキングでもダイヤのキングでもないんですねちょっと初めての方には難しいかもしれませんけど何だと思います なんとーハートのキングで大当たりということでございますね、すごい、多分これからね、あこの映像をね、皆さん、いつご覧になっているか、ちょっと定かではないんですけども、<laughs> 収録しているのが今、もう年末でございましてね、もうシーズンですから、ぜひやってみてください、ね当たるかもしれませんので、はいまあ、もうチャレンジしてみると、できることもあると。はい まあキング出てままいりましたね。4枚のキングを主役にしたマジック。これなかなか珍しいですよ、ちょっと見ててくださいね。何枚か赤いカードを使います。えー、まあこれぐらいでいいですかね。はい、ちょっといっぱいありますけども、重要なことはですね絵札は含まれてないということです。もう全部赤いカード、これ間違いないですね。で、こちらのキングはね、これ後で使うのでちょっと置いときます。 で三枚ずつですね赤いカードを山にして配っていきますで数字はばらけてた方がいいと思いますこれ全部数字バラバラですねこんな感じそしたらここからなんですけども先ほどのキングをですねそれぞれの三枚の赤い数札の下に差し込んでいきますでこれあのマークは関係ないのでそこは覚えなくても大丈夫です一枚ずつ入れたということだけ覚えておいてくださいこちらは三枚の赤い 下がキングさあここからですよ揃えます揃えます揃えます最初のキングね一番下のカードにご注目こちらは赤いカードしてね赤いカードの上で軽く振ると消えます消えましたねこれすべてが赤いカードもうここにはキングはありませんえ、こういうことをあと三回やりますね。 1>, 1回目はねもう何が起こるか分かんなかったでしょあ消えたってちょっと今日疲れる感じなんですけど2回目以降は繰り返しですですから皆さんにとっては分かりやすくなりますでも僕にとってはちょっとハードになりますもう目が厳しくなってきますからねいきますよ一番下のキングにご注目でこの瞬間にキングは完璧に消えてしまいますもう2枚消えたことになりますよね やや、っっててみますすいいさきあのカード当てたじゃないですか <laughs> もしかすると消せるかも,消せるかもしれ,知れませんからねこの一番下のキングこのキングから目を離さないでくださいじゃあ親指と人差し指こんな感じで構えてくださいこれ挟んで持ってくださいで残りのカードはこれ使いませんので置いときますね振るだけほら来た今ちょっとなんかこう刺激を感じませんでしたビリビリビリゆっくりめくっていただくとほらこれで <laughs> キングが 消えてしまうんですよ。あれ、もう任せちゃっても大丈夫ですかね、これね。<多分> <laughs> もう3枚消えて、で、4枚目なんですよね。この4枚目。4枚目が消えたらこのマジックはまあフィニッシュなんですけども、実はこの4枚目に関しては超難しい。なんでかっていうと、もう散々消してね。しかも,も、トモコさんも消しちゃったぐらいだから、それぐらいできるだろうって方いるんですけど、何が難しいかっていうと、この山だけは、この1枚を消しても終われないんですよ。 なぜならば、二枚目と三枚目と四枚目を消さなくちゃいけないから。これ厄介ですよ。ね。一、うん、枚はできてもね。まとめて四枚でこれ大変です。見ます?見たい。見たいですか?。はい。これ見たくないってやったらやめようかなと思ったんですけど。<laughs> まあじゃあ、ちょっといきますよ。これかなりハードなんで。まばた禁止ですよ。どうです?。今一枚消えたのわかりました。お二枚目消えましたね。 き来た来た来た3枚目消えて、えー、これで全てのキングが消えてしまうわけですよ。消えたでしょ、はい、でもね消したら消したでまた言われるの。どこ行っったたのって知りたい知りたどうしても, <laughs> してもじゃあ特別ね、はい、消えたキングはこちらとこちらとこちらと元の場所に戻ってしまうというわけでございますね。えー、<laughs> <laughs> よかったうまくいって。よく見てた うんね、なるべく見ててくださいね。<laughs> はい、さあカードをよく混ぜますで今度はですねまた1枚主役のカード決めていただくんですけどここにあの絵札これキングの絵札がありますので数字のカードを選んでいただきたいんですね。かといってこれ裏向きでランダムに引くとクイーンとかジャックも出てくる可能性があるので表をお見せします。数字のカード1枚抜き出してくださいどれだろう これ二人でしっかりと覚えてくださいそしてカメラの方にも見せてあげてくださいよろしいでしょうかで裏向きにしといてね振り向いた瞬間に表向きになってるって一番ショックですからね <laughs> じゃあ若本さん好きな場所でストップとストップじゃ置いてくださいはい、はい、まあ真ん中よりも上に紛れ込んだ感じですよねちょっと混ぜ混ぜしときますさあではここからカードを当てるんですけどもどこかに紛れ込んでますよね で、先ほどはですねまあちょっとヒントいただきました、えー、カード何でしたなんて聞いてねそこから見つけるっていうのをやりましたけどもこのノーヒントこれ難しいですよノーヒントですからちょっとだけチャンスをくださいダイレクトは難しいので3枚最初に抜き出します候補のカードね候補のカード多分その中のどれかだと思います第1候補ね第2候補うーん かこれ第3項この中の多分どれかだと思います。じゃあ2人はもう知ってますから、表見ちゃダメですよ。表を見ずに2枚取ってください。2>, 2枚2枚どれとどれでもいいです。それとそれと,それとそれはいじゃあ戻していただいて僕がまず3枚抜き出しました。それが1枚に絞られたわけです。今初めて来ますけど、覚えたカードさっき抜き出しましたよね。数字だってことは分かってます。マークなんでした。 数字はマジで？マジで？九じゃなくて <laughs>？これ逆だね。え、こうするとほらちゃんとね <laughs> ハートの六ということでねありがとう。ハートの六ですもんね。はい、え、さっきまでちょっと九だったんで一応あの向き直しておきました <laughs> ね。はい。こんなんで大丈夫？はい、はい。ちょっともう一回混ぜますよ。そしたら今度はねまたやり方をちょっと変えて五から十の間で数字を一つおっしゃってください。 七、どうしても七、はい。じゃちょっとお持ちいただいて、全部持ってください。えー、では裏向きのままね、七枚配りましょう。はい。一、二、三、四、五、六、七。とご自身で数字を決めて、ま変、あ、えるチャンスはありましたが <laughs>、こだわりましたね。そしてご自身で配りました。七枚目のカードを皆さんに見せてあげてください。それがハートの六。 です。素晴らしいですね。まあ、当てにやってないですよね。ヘジがね。はい、もう完璧。あ、あや,ってあやってなかったですあ、それ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 失礼しました。あ、なるほどなるほど。<laughs> もう一回ちょっと混ぜてときましょう。まあ、今はね。まあでも言っても最初はまあ、まあ僕が三枚に絞りましたけど、最終的に当てちゃいましたしね。でさらに言うと自分で配って当てちゃいましたしね。 もうほぼ完璧と言ってもいいと思うんですがちょっとねじゃあ趣向を変えてねこれまたちょっと全然違うタイプまたちょっとキングに話を戻しましょうね4種類マークがあります、えー、ハートスペードダイヤクラフでどれか好きなマークを1枚選んでくださいどれダイヤ,ダイヤハート選ぶ方が圧倒的に多いんですけどダイヤを選ばれましたこれが吉と出るか京と出るかでこれをこのまま持っててもらうんですけど、えー、と4分の1ぐらい持ち上げてもらいます オッケー、そのまま持っててください。はい、で、これ選ばれたダイヤが今一番上にあります。はい。じゃ残りのカードちょっと混ぜていただいて、はい、あ、ちょっと混ぜる前にこうしましょう。あ,まあ、まあいいですよ、混ぜてもいいですよ、混ぜてもいいし、はい。はい、オッケー、オッケー、オッケー。ひゃって今いい声が出ましたけど、<laughs> はい。もう順番誰もわからないですね。で、こ三等分してください。大体で,ではい、はい。ありがとうございます。少なめ、中くらい、多めとね。で、そこに先ほどの残りのキング、これマークは覚えなくても大丈夫です。何をするかというと。 最初ダイヤが選ばれましたねこれをねリーダーのキングって僕は呼ぶことにしますこのリーダーのもとに三枚のキングを集めるんですけどいろんな方法がありますちょっとねリーダーのキング一枚まず配ってください直接触れずに集めたいと思います今ですねキングを一枚すくい取ったところをイメージしてくださいちなみにハートでしたはい。二枚目です そして。三枚目です。ここに三枚の金があるところをイメージするわけですね。そして、そのキングが。飛んでいくところをイメージします。イメージして、イメージできました。はい、ちょっとカードもう一回揃えておきますよ。では、一番上のカードをめくってみてください。見せて。<laughs> ハート、さっきここにあったやつですよ。じゃ、あ次は。<laughs> スペード、そして。 すべてのキングが集まってしまいますここが拍手のタイミングでございます、ね、ありがとうございますああのまあ、不思議だとは思いますけどもこれねマジック僕ずっと長くやってて一つだけ残念なのは僕自身が不思議であることは稀ですあの <laughs> 僕がやってますからほとんど僕がやってますでもね稀なんですけど僕でも不思議を感じる瞬間っていうのがあって実はそれが楽しみでマジックやってるってとこもあるんですよ かから4の間ででで数字を一つおっっししゃってくださいいよろしいですかじゃあ2番目の山を使いますけれども先ほど1枚のカードを表を見て自由に選ばれました覚えてますハートでしたねハートの6番号を自分で選びました1番目を皆さんに見せてあげてください <laughs> そこになぜハートの6があるかということだけがもう分からないもうこのこの瞬間を僕も体感したくて常に。 マジックをやり続けているようなものでもしかすると1番とか3番とか4番が選ばれることもありましたよねその場合何が起こるか想像できます1番と3番と4番からは他の6番が出てくるということでございますねなんでこれ超不思議超不思議だって僕もこれを体感したくてやってるんですから ねうん、もう大体ね9割9分は僕やってるんですよ。ね、でもたまにこういうことをやっていただけるのでもうこれが楽しくてしょうがないわけです。じゃあねそろそろお時間が迫ってまいりましたので最後にねもう一つだけ、えー、他のねマジシャンとねあまりかぶらないネタまあ今日やったのもねほとんど被ってないんですけども、えー、めったに多くのマジシャンやらないトリックこれやっぱりね価値がありますね。ねねちょっっととやってみたいいいい思まますすすあ混ぜでか 混ぜますありがとうございますえ、カードには何の仕掛けもございませんですから場合によってはお客様に持ってきていただいたカードでも大丈夫なんですけどジョーカーだけ抜いてあります52種類が全て揃ってます今から山を4つ作りますその山が何を表すかは後で明らかになりますいいですか最初の山はこれですちょっと秘密ねこれ2つ目の山よーく見るとね、枚数がちょっと違います よーく見るとですよ。まだ気にしなくても大丈夫。これ三つ目です。そして最後。四つの山を作りました。で、これはもう使わないので、避けときましょう。さあ、では、そろそろ今から何をしようとしているかという説明に入りますけれども。一枚ずつですね。カードを出します。これは今一番下にあったから。 え、一番下にあったカードですから僕だけは見てます、うん、うん。この4枚が何であるかを僕は知ってますもう忘れそうですけどね一応知ってますで、この順番が重要なのでこれよく混ぜてください、うん、これで僕もどこに何があるかわからなくなりましたここに番号を付けますね1,2,3,4まず一番上のカードを何番に置きましょうか 2>, 2番じゃあ2番に置いてくださいはい。これが2番に置かれました次どうします3番じゃあ置いてください。はい次は で、最後です。オッケー終わてください。うん、これでこの4枚の順番が決まりました。うん、出番ですよ。はい、この山をこのままね。乗せるという選択肢もあります。しかし、あえて変えるという選択肢もあるわけです。どうします？そのままね、このままね。ありがとうございます。完璧な選択です。<っ>うん、あ、洗濯って聞いたことあります。あの洗う方じゃなくてね。<ー>選ぶ方なんですけども。も <laughs> えー、2つ目の山どうしましょう？ここ、はい、あここじゃなくてあえて、はい、こっちって手もありますけど。 ここで、はい、はい。さあ最後です。ここ重要で、これをどちらかしかパターンがないので、これを置いた瞬間にこれが決まっちゃいます。責任重大なので、彼女にお願いします。すね、はい。これをどちら？今じゃーっ,って言いましたけど、はい、大丈夫？丈夫こっちね。<laughs> はい、という方はもうこれはこちらと。さあ、あと結果を確認するだけなんですけど、完璧ですね。あららら,ら、もうほぼほぼ。 あもう何にも言うことないあこれはね表向きにしておきましょう表向きねでここだけねちょっと秘密にしておきますここだけ秘密にしておきます数字が全部バラバラなことを確認してくださいさっき混ぜましたよね、はい、そして好きな場所に置きました枚数が重要123456788枚ですねそしてここ1 2 3 4 5 6 7 一致してました。そしてここ、ちょっと多めな感じしません。一二三四五六七八九十十一枚。ここちょっと秘密にしておきましょう。カード持ってもらえますか。うん。そして、数えてみてください。一枚。はい。二三四五六七八九。八でも七でも、ジャックでもなして九でした。そして、これが。 スートの9ということで監督でございますどうもありがとうございました